どうもこんばんちは、イスゲーです。はい、今回もねメダロット9の方を実況プレイしていきたいと思います。ということで、はい、早速前回のあらすじですが、はい、前回はですね、まず、山にすごいメダリアの音を探知しに行ったんですが、はい、行きましてだね行きまして、で変な道から入っちゃったんですよね。なんかデンジャーって書かれてるとこから入っちゃって、吊り橋渡ったらそれが落ちちゃって、で戻れなくなりの挙句にハロがちょっと一人単独行動して追っかけていったら崖崩れの落ちのそこから、はい、あのレスキュー部に助けてもらって、それからね、会長さん、生徒会長さんだね、生徒会長さんに舞台祭じゃない、体育祭だね、体育祭の準備をお願いしますと言われ、はい、それから準備してて、でガム手がないってことで、はい、港にガム手を取りに行こうとしたら、はい、なんかねロボロボ団とあのリーゼントとかがいてね、うん、何やら怪しい空気で、そのまま山岳の遺跡みたいな、多分メタビーがいたところに向かったんですよね。はい、で、その今部員たち、他の部員たちいないんですが、その部員たちは、会長さんにどこかに連れて行かれたか、どこかに行って、どこかに向かってと言われてそこに行ったらしいので、今それを探しているところです。はい、長くなりましたが早速行きたいと思います。では行こう。ってどこ行けばいいの。わかった、鉱山口だね、鉱山口に行けばいいはず。はい、来ました。あー、いるね、メタビーが、はあ、久しぶりに、今回はそう簡単にはいかないわよロボ。今回予算たっぷりロボ、いくら倒されても代わりはいるもの作戦だロボ。それだけじゃないロボ、強い先生もお呼びしてるロボ。メダロット技術の枠を集めた超最新式のロボトル特化メダロットだロボ。質でも量でもアートロボ、旧式ボディのお前に勝ち目はないだロボ。ロボトルレディ、これだけいれば負けないロボ。勝ち抜き目だった。何？アクションセレクト。メタビメタビ使うの？とりあえずリーダーを見つけ、やばいねこれ。あー壊れた。終わりにしようぜハロー。えらい、うっやった、勝ったロボ。さすが先生ロボ、めちゃくちゃ強いロボ。あ、カブトメダル、リベンジ完了ロボ。ロボそろそろ出てきたらロボ、隠れてるの分かってるのよロボ。
ローボ。え、名前わかんの？言い過ぎ。え、なんで名前わかんの？どうもどうも。やっと出てきたわね。お、お前は一体誰なんだ？どうして俺の名前を？まだそんなこと言ってんの、おバカさん。ロボ。あいつか。え？サイカさん。まさか、だってそんな。あはははは、思った通り素敵な反応ね。氷が見たくて呼んでみたの。満足タワーロボ。頼みしませてくれたお礼に面白いもの見せてあげる。何でしょうか。メダリアンの。ここだわ。ここが反応の一番強い場所。つまりこの壁の向こうに。何すんの。あー、 C4 ダーン。あら、おお。あった、こいつがロック機構の動力源ね。メダリアが動力源だったんだね。あわあわあわ、やったー、開いたロボ。何の音ロボか。きっとメダリア反応ロボ。扉が開いて奥の反応がより強くなったロボ。ってことは情報通りね。目指す宝この先にあるロボ。ちょっとサイカさんの声変わってるけど、ごめんなさい。一度解除すればもう用済みだし、あげるわこれ。何？ああ、やった、メダリア CG 放出を手に入れた。 CG 放出なんだろう。あ、何するロボ、持てないロボ、返すロボ。放っておくロボ。でもでもロボ、そんな小銭を気にしてどうすんのよ。これから滝を手に入れようって時に。おおほほほほほ、わかったロボ。それじゃあお宝目指しどんどん行くロボ。ちょ待ちなさい、まだ決め台詞が残って。行くロボー、ラバラボー。もう、あら、まだいたの？教えてくれよ。君たちは一体何者なんだ？ロボロボだ。ロボロボ？私の名前はサイカ。転入生とは仮の姿。その正体は？この島の隠しメダリアを狙うロボロボ団の女幹部よ。隠しメダリア？噂よ、最初はね。落ちぶれた鉱山関係者のホラー話。まあこっちも半信半疑だったんだけど。ここかですロボ。これが扉？ずいぶん物々しいわね。封印された鉱山の入り口か。燃えるぜ。これメダルとかロボ、壊れてるロボね。オージェット、このどうでかい扉な、お前の拳でちょいっとノックしてやってくれ。了解。お、ムービー。おー、ミサイル。コン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 。あはっはっはっは、コッパみじんだ。あらなんだと。ビクともしないロボね。バカな。へ
やっぱりびくともしないロボ。なんて頑丈なんだ。核シェルター並みだぜ。大げさね。まあ確かに力づくじゃ無理そうだけど。力づくでダメならどうするんだよ。色仕掛けか。どこかにロック機構があるはず。突き止めて解除すればきっと。はは、そりゃ開くだろうよ。突き止めて解除できさえすりゃな。だがどうやって、こののっぴりひらひらとしたコンクリ壁の道具にロック機構が眠ってるって言うんだね、ハニーちゃん。うるさい。根こそぎ爆破して見つけるか。それこそ核弾頭が必要だな。はっはっは。なまっててよ、今考えてんだから。ロボ、誰だ。わっ、喋ってロボ。メタビー起動。その扉、近づくんだ。あ、何言ってるロボ。近づくやつ、誰であろうか。血の果て待って、追っかけてこの俺がぶっ倒す。どう、大げさなシェルターに意味深なポンコツメダロットとくれば、これはもう事実と決まったようなもんでしょ。だから転入生として学院に潜入していろいろ探ってたってわけか。まだ学生通用する年でよかったわ。ほほほほ。ああ、すべてアメタリア探知システムのおかげよ。あなたたちにも感謝しているわ。だからそっとしておいてあげる。邪魔さえしなければね。カブトメダルを手に入れた。メタビ、ごめんな。一回戻って話をしに行きましょう。あれ、誰もいない。探検部かな。はい、探検部にジャンプしたいと思います。あれ、あ、まいんちゃん。はあ、おかえりなさい。起こしてごめんね、まいんちゃん。みんなは生徒会の人と一緒に倉庫に行ってしまいました。力仕事なので私は行かなくていいそうです。みおちゃんは怒ってました。それはメダロット一気ですね。うん、鉱山口のメダロットさんです。うん、ひどいです。ボロボロです。かわいそう。直せる？人間にメダルは直せません。そっか、そうだったね。でも完全に壊れてなければ。え、いけんの？調べます。お願いします。まずこっち入った方がいいんじゃないかな。はい、では教頭室に向かいたいと思います。はい、下の方に書かれてるんでね。では行こう。決めた。やっぱり教頭先生に会おう。会って事情聞かなくちゃ。教頭室か。いらっしゃるかな。あー、行っちゃったね、自分で。さあ、教頭室へ行きましょう。ん？なんか落ちてるのか。いなーい、な、ん？なんだろう、これ。なんでしょう。構造メダルを手に入れた。メダルだ！でも、なんか変だな。のっ
スペリしてて何メダルかもわからない。ひょっとして構造メダル？こんなものがどうしてここに？おや、君は教頭先生。おはよう。早いね。どうしたんだい？僕の顔に何か？いや、そうじゃなくて、何か話したいことがあるのかな？はい、港でのことなんですけど。いいよ、入りなさい。さて、話を。やはり先に質問させてもらおう。君、さっき港と言っていたね。港で何かあったのかね？教頭先生も港にいらっしゃったじゃないですか。ご存知のはずですが。私が？見間違いではないのかね？そんなはずないです。はっきり見ました。教頭先生はあの黒服集団と。教えてください。あいつらは何者なんですか？そう、確かロボロボ団と言っていたな。サイカがリーダーみたいだった。メタビーやつらに倒されちゃって、それであいつらでっかい扉を開けて中に入ってっちゃって。すいません、いろいろありすぎて説明がうまく。わかった、あとは私に任せてくれ。いろいろ見聞きして混乱するのはわかる。だが君が心配するようなことはない。黒服連中、それは WMSS 財閥の関係者だ。彼らの行動は僕らも把握している。それじゃあ何も問題はないということさ。君はいつも通りの学生生活を送りたまえ。いたずらに騒いでみんなを不安にさせてはいかん。今日は体育祭だろ。変です。何がだね？サイカが言ってました。全ては探知システムのおかげだって。それ僕ら探検部が作った探知アプリのことですよね。やつら財閥の関係者って言いましたよね。ってことはつまりあのアプリは。教えてください、教頭先生。なぜアプリの使用許可を出してくれたんですか？教頭先生は禁止したのに、教頭先生は公開するようにおっしゃいました。ひょっとしたら。あれ、校長先生って言ってた？教頭先生はあいつらが探知アプリを探していると知っていて。いえ、あいつらに使わせることを目的に公開を提案したんじゃないですか？教えてください。この島で今何が起こっているんですか？ロボロボ団は、教頭先生や財閥の人たちは、鉱山を開いて何をしようとしているんですか？このことを校長先生はご存知なんでしょうか？校長先生は今どうしてらっしゃるんですか？病気って言ってるけど本当は。資材の調達ご苦労だった。おかげで予想通り、予定通り準備を終えることができた。あとは生徒会がやる。開会式まで自由に過ごしてくれ。やれやれ、ひどい目にあったよ。何がちょっとだけよ。何多くしたと思ってんのよ。イスグは結局戻ってこないし。本当に何も知らないのか？知らない。お前の相棒だろうが。だからって何でも知ってるわけじゃないし、いつも一緒とは限らないし。限るだろう。少なくとも俺んとこはいつも一緒だぜ。お前んとこはお前んとこ、俺んとこは俺んとこだぞ。あなたたち最近おかしいよ。喧嘩しちゃった？別に。しかし本当にどこ行っちゃったんだろうね。港に向かったのが僕の見た最後の姿だけど、それ以降でスゲ君見た人いる？います。マインちゃん見たの？ずっと部室にいたと思ってたよ。ずっと部室にいました。イスゲ君がこれ持ってきました。あ、これ鉱山の前にいたあいつだ。どうしてここに？イスゲ君が持ってきました。
メダロットを置いてまた出て行きました。直せないか見てくれと言われました。それで？無理です。このメダロットのメダルは完全に壊れています。メダルは人間には直せません。これを逸木が持ってきたということは何かあった？どういうことだね。鉱山か。それか逸木くんが最後に向かったはずの港か。どっちにしろここで考えてもしょうがないでしょ。あ、行こう。あ、生徒会長をかずる。逸木くんのこと心配？心配全然してないぞ。嘘ついてもダメ、私にはわかるわ。さあ、声も国木くんさんで行こうかな。さあ、では港に行こうかな。まずは港にでも行きましょう。さあ、ということで港町着きました。コンビニもあるよ。では早速左の方を見ていきましょう。おじちゃん、イスゲ君見なかった？しかしなんだね、あの連中。マクロ系のテルテル坊主みたいななりをして、ここ最近当たり前のようにうろついとったが、今朝また偉い人数だ。入校証もあるし文句も言えんが、どっからどう見ても学校関係者には見えんな。財閥の偉いさんにも見えないしな。一体何者なんだろうな。イスゲは見てないの？あらららら、これはまた、あらら、うん？おお、お、押してるね。すごい押してるね。ムーンウォークしてるね。ムーンウォークだね、あれは。あいつら何なの？黒いし、どこにでも出てくるし、まるで。あ、ダメです、言わないでください。そんなことより、ほら、あんなの知ってた？龍馬くん。いや、トロッコよね、あれ。どこに繋がってんのかしら。イスゲのやつ、まさか一人でこの先に。どうだろう、可能性はあるけどね。うん、行こう。線路です。トロッコもあるね。乗ってみる？無理です、動力者がないです。いや、こいつを使って引っ張ろう。こんなこともあろうかと思って調整しておいたんだ。なにこれ、かっこいいんだけど。エクスペ7のパーツを一式手に入れた。メダチェンジ。わあ、すごい。なんか違う、なんかアニメとかそんな感じみたい。到着。あれ、トロッコ駅跡ね。やっぱりここに通じていたんだな。なあ、なんだい。ここまで来ておいて今更だが、俺たちは正解に近づいているのか。正解って？伊助くんの居場所って意味ですか？手がかりらしいもの特にない。これまで行けなかった場所に入ってみただけだ。もしかしたら俺たちはまるで見当違いのことをしているんじゃないのか。そうね、一旦部室に戻ってみる？俺のせいだ。俺がずっと一緒にいればこんなことにはならなかったんだ。ちょっとハロー、不吉なこと言い出すのやめなさいよ。そうだよ、まだここに来たかどうかもわからないんだから。じゃあどこだ、どこ探せばいいんだ。落ち着いて、私のマスターは悪くないわ。
分かってるよそんなの。でもおや、どうやら伊助くんがここへ来たのは確かみたいだね。分かってる、悪いのは俺だ。あいつ一人じゃ何にもできないんだ。俺が守ってやらなきゃダメだったのに。ずっと一緒にいればよかったんだ。そしたら今だってずっと。あれ、どうした？あいつだ、イスゲがいる。こっちだ。扉か。鍵がかかってるよね。ああ、だが破れんこともない。エクスペ7で突破すればな。ちょ、ハロがこっちと言ってるんだ。なら少々無理する価値はある。だね、決まりだ、行こう。さあ突撃ドーン。ああ痛かったな、あのリーゼント野郎。ここどこだ？急に暗くなって、そんで、直立してる校長先生。あの校長先生、返事はない、ただの屍のようだ。あし、知ってる、本当に。怪我はないか？大丈夫です。あやうく夢中中心症になりかけたわ。まあ無事だったんだからよしとしようよ。それより、来たことのない場所だな。こんなところが残ってたんだね。こっちだ。はい、ということでいいところなんですが、今回はここで終わりたいと思います。なぜかというとね、ちょっと時間が結構ね迫っていますので、はい、今回はここで終了いたします。はい、ということで次回お会いしましょう。 See you again! バイバイ。